BS2 presents BS 漫画やわドモサエンペタール。こんばんは。こんばんは。はい、一日一つの漫画作品を取り上げて徹底的に読み込む BS 漫画やわ、司会の大月貴弘です。川村ティナです。はい、4日目になりました。はい。本当たくさんのファックスありがとうございます。ありがとうございます。全部読んでますので、送り仮名も書いてくれてね、振り仮名書いてくれると読まれやすいかもしれません。ありがとうございます。9時から受け付けておりますので、皆さん、はい、番組始まってから律儀にファックスを送られていらっしゃいますけども、9時からちゃんとやっておりますので、どんどん送っていただきたいと思います。というわけで、昨日はもう大変なことになってましたけども、大変なことでしたね。私も全然わからなくてすいませんでした。正直な、正直なそうですかとしか言いようがない。分かったですか。やっぱ今日はね、盛り上がりますよ私。あ、そうですか、うん、やってください。今日はなんかレギュラーだいぶ疲れてますから。あっちの方 で昨日の余韻がだいぶ厳しすぎたみたいで、今日はゲストをもう3連発呼んでますんで、昨日の分も合わせてご安心ください。最後も早速ご紹介したいと思いますので、はい、川井美智子さん、夢枕漠さん、そして村上智彦さんです。どうもいらっしゃいませ。どうもどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうひげ男がなんでこんなに並んだか。今日のじゃないですか、今日岩立てまりこでこのメンツかという今怒りの声がひしひしと聞こえてきてます。あと凪良健一さんとか、やくみつみさんとか、みんな呼んじゃおうかと。いい味出してますね。河合さんはもう2回目で、2回目ですね。前回は遠いの時、遠いの時、はい、はい、もう大変な漫画好きということで、はい、今日もご自分の岩立てコレクションの一部を持って来ていただきまして、実家にまだあるという話恐ろしい話で、よろしくお願いします。よろしくお願いします。バクさん、お久しぶりです。久しぶりです。どうも、はい、たまにファックス送っていただいたし、ありがとうございます。実は昨日出たかったとか、広角で。そうですね、ちょっとね、はい、忙しかったりしてですね、はい、まあ、でも格闘技で忙しい、格闘技で来たくなりますね、やっぱり、もうどんどん来てください。構わないですから、はい、もう俺にも喋らせろと言えばもうボコボコされて帰ると思いますけども、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。村上さん、どうもわざわざ大阪から2回目ですね。少女漫画になるとやってまいります。少女漫画になるとやってくる村上ともこれ四十の親父がいいって。今日はもう昨日の降格機能でさっきも話したように若干もう果ててるレギュラーもおりますので、ぜひよろしくお願いいたします。大丈夫みたいですけどもね。じゃあ参りましょうか。河合さんにぜひ今日お伝えしております。よろしくお願いいたします。じゃあまずどうぞ早速はい、さあ Here we go。 引っ掛けないでくださいね。私今日は紐付きですから。それではレギュラーメンバーの皆さんご紹介したいと思います。漫画家の石川純さんです。こんばんは。今日は NHK に来る間、明日ネタにするなにわ金融道を読む感じで押し出さいってさ、雰囲気が最初から目が腐る。今から乙女チックの話をするんですか、石川さん。岩立マリコはいいなと思って。そして作家の岡田敏夫さんです。どうも、昨日一度にオタクを上げてしまいました、岡田敏夫でございます。夢見ましたか。巻き戻りました。巻き戻し、いや、あのあとファックスで、私も巻き戻るんですというのがね、日本中からザクザク来てる。ザクザク来てない、来てない。でも10つぐらい来てましたね。やっぱあるの嬉しくて嬉しい。そして漫画家の夏目房之助さんです。はい、ヒゲのない夏目です。ゆうべは楽しかったね。ゆうべは楽しかったね。疲れてませんでした。疲れてます。今日は座ってるだけで。ダメですよ。今日ベンチ、今日ベンチ。明日のために肩作ってるんですよ。それでは今夜の作品です。 BTR スタート。うちのママが言うことには、この作品は1988年から94年までヤングユーに連載されました。作者は岩立真理子、北海道札幌市出身。1973年高校生の時にデビュー。その後現在に至るまで数多くの作品を発表し続ける少女漫画界の代表的作家の一人です。94年にはこの作品で第16回講談社漫画賞を受賞しています。北風ケイト、23歳 OL、 箱入り娘です。文芸誌の編集者天夏栄太郎との結婚を父は断じて許してくれません。しかし結婚の障害は家族だけではありませんでした。新生活のイメージがことごとく食い違うケイトと栄太郎、結婚に向けて盛り上がっているはずなのに、ふと未来が不安になるのです。
ズボラな栄太郎、家事が苦手なケイト、互いを知れば知るほどに甘くない現実が見えてきます。人騒がせな脇役たちも次々登場します。 SF 作家のタクコは原稿が書けず、編集者の栄太郎を泣かせます。栄太郎の妹のめぐむはなかなか結婚にこぎつけない二人を複雑な思いで見守ります。ケイトの親友ハルカは理知的に見えてドジで小心者、ケイトにライバル意識を持っています。さて、障害や倦怠期を乗り越え、なんとか結婚できたケイトと栄太郎。しかしそこでめでたしめでたしとはいきません。ハルカが栄太郎に急接近するのです。揺れる栄太郎、揺れるケイト。恋の成就から愛の危機まで、他愛のない日常の中にその種はまかれ成長しているのです。Okay, everyone, keep your eyes open and don't fall asleep. It's facts and email time! BS 漫画やわでは皆様からのファックス、そして email をお待ちしております。番組へのご意見、ご感想などありましたら、もうどし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 こちらまでお寄せください。ファックス番号は東京 03-3465-9975 です。東京 03-3465-9975 です。なお深夜なのでお間違いのないようにおかけください。そして E メールはこちらです。 E メール at mark manga nhk or jp、 E メール at mark manga nhk or jp。 Let's go。 まずは、こちらですね、 E メールをいただきました、町田陽介さん、26歳の男性の方からいただきました。ありがとうございます。2巻の途中まで読んで、キャラクターのほとんど全員が自分みたいな感じがしたりして楽しいです。ありがとうございます。そしてこちらのファックス、イラスト好きです。パパさんですね、可愛いですね、私も大好きです。こちらは、愛知県の方からいただきました、あきさんより。私がうちママで一番大好きなページは4巻の82ページです。お兄さんと、お父さんが結婚したケイトを木のかけらから見ているところです。でもなぜこのお父さんなのにケイトとお兄さんたちは可愛くて美男なんでしょうか。お父さんに似ている一人が、お父さんに似ている人が一人もいないのはなぜですか。なぜでしょうかね。でも私パパかっこいいと思いますよ。ということで、たくさんのファックス、E メールお待ちしております。 Keep on faxing and emailing us。 Let's go。 はい、パパさん、よろしくお願いします。皆さん頭切り替えて、はい、少女漫画ですよ、はい、はい、リリカルですね。リリカルに乙女チックに、これですから今日は。これですよ、いきますよ。で、石川さん、またかよ。さっきあれだけのこと言ったんですか、責任取ってもらえますか。位置づけを、岩立真理子の位置づけね、少女漫画ってさ、その時代時代でね、あの、はい、主流になる絵柄とかスタイルみたいなのが必ずあるんだよね、はい。岩立真理子のこの今のこのスタイルってさ、初期の頃じゃなくて、はい、現在ここ10年ぐらい描いてるこのスタイルってね、一時本当に主流だったんだよ、うん、もう本当にみんながこういう絵描いてね、うん、素人っていうか、その普段読みつけない人が見ると区別がつかない絵がいっぱいあったの、うんうん、だからそれをね、俺はね、そんたくさん少女漫画読んでるわけじゃないから、うん、岩立真理子が始めたのか、それとも誰かが始めたのか、それとみんな一斉に始めたのか、うん、その辺を今日はね、あの辺の人に、なんか逃げ腰ですね、感じのところが。大阪の少女漫画の方。そうそう、大阪の方面に。それ俺も知りたいですね、んなんか、なんでヒゲばっかなんですか。ちょっと言ってますけど、40になって好きになったんじゃないですからね。いくつの時から。いや、ちゃんと俺20代の時に好きになった。そういうふうに好きなだけですから。ボケツ泣いてました。泣きましたよ、俺はこの手のやつで。今回安く来ましたからね、俺は。今回は大丈夫でしょ、僕読み返して。読み返しても大丈夫でした。大丈夫ですか、はい、本当に大丈夫ですか、はい、ちょっとハンカチ、ね、番組中に泣いたりする。河合さんはこちらは岩立さんの作品は。岩立さんの、そうですね、なんか少女漫画王道みたいなものを、ふわふわふわっとして、ずっとこんなふわふわ感っていうのはなんかずっと続いてて、このうちのママが言うことにはなんていうのが、割とすごい現実的な話なのに、うん、
なんか他の漫画とは違ってちょっと上の方に浮遊感があるというか、軽いというか、なんとなくちょっと違う世界の人っていう感じがして、うん、ハマってはいるんですけど、うん、でも岩立さんにハマったらもう戻ってこれないんじゃないかみたいな、ちょっと恐怖感みたいな、ここに行っちゃったらちょっとダメじゃないかしらみたいなところがあります。そんなことを言いながらこの岩田さんこれだけのものを紙袋に入れて背負ってきたというこの人は今日楽屋でいきなりこれバッと出されてみんなめまいしてます。いきなりチャイムですから、ね、チャイムですよこれですからね、これが私物ってのがね、私物ってのがねこれ倒したら大体揃うんじゃないかっていうぐらいでもかなりじゃあ古いんですね、読者としては。そうですね、だからどれぐらいだろう、二十歳ちょっと前ぐらいとかにすごいハマってる、うん、マーガレットの岩立さんにこの頃ですよね、ぐわーっとハマってもう集めまくって、うん、でそれで変わったじゃないですか、ヤングユーとかにどんどん、はいはいはい、それでまあ私もなんとなくマーガレット卒業してちょっと大人のヤングユーに、うん、あ、ここでも岩立さん書いてらっしゃるのみたいな、間違いないですよ人生の岩立さんそう、私の先に全部言われてるじゃあ共に栄えてきたんですよ栄えるっていう、ね、栄えるっていう、ね、これはでも僕もさっき村上さんに伺ってびっくりしたんですけど、はい、キャリア長い人なんですよね。デビューがね、はい、73年でしたっけ。73年っていうと昭和48年、石川さんデビューなんですか。俺デビューしたのね76年ぐらいじゃないかな。ほら石川さんより先輩なんですよ今日はこれ岩田先生ってことですね。先生だったんだ。あ、山本先生どうもすいませんでした。結構あれでしょ、デビューしてすぐに人気出ましたよね、うん、この人。だちょうどね、むつさんとかがデビューしたのと同じ頃だったから、うん、そこに、うん、むつ英子さんとか立ち掛け秀子さん、田淵由美子さんがちょっと早いのかな、ね、25年間トップをずっと走ってるわけでしょ、うん、で、むつ英子さんたちがリボンで、うん、彼女が別間なんですよね、はい、なんか別間でいきなりトップに1年か2年で行っちゃったんじゃないですかね。関東すぐ取っちゃったんです、うん、でもすごくその初期の絵っていうのはまさに今おっしゃったみたいな、まさにムツ英子に代表されるこれもんですよね、うんうん、もうウフっていうやりますかそれを僕らの目で見るとあキックオフっていう風に見えちゃうんですけど逆だよ逆なんですけどね、力キックオフに行ったんだけどひらがなで書くとこの乙女チックなんたらってやつ、うん、まさにもうブリブリの少女漫画だよね。これしょ手腐りませんか大丈夫ですかこれですよこれ。これからさ、うん、これからこれですよ、ここまでよく来たよね、うん、もういや遥かな道だよこれ25年選手ですからやっぱ、うんうん、すごいな。この頃ってロマコメって言いませんでした。あ、どっちが一般的でしたかね、言い方としては。ロマコメっていうのはもう少し前から言って言ってたんじゃないですかね。ラブコメとかロマコメとか言ってて、僕なんかラブコメって言ったらね、同い年の女の子に乙女チックロマコメって呼べって怒られたことがあるんですよ、うん、それに中学時代の友達ですかもしかしたら。いや高校の時の生徒会室の時これがあって生徒会室の話聞いたよ。生徒会室ありましたね。あれ汎用さんという必須科目だったやつだろ。読みなさいって言われて読まされたってやつ。トーマの心臓、トーマの心臓、いやいやトーマの心臓、いやいやじゃん、結構ハマっちゃった。喜びを持って当時はあるジャンルとしてあって、うん、でも割とそのムツさんでまあ半ばパロディ的に語られちゃうじゃないですか、うん、まあひっくるめてね、ひっくるめてね、うん、だからあんまりその申し訳ないけど作家としてそんなに突出してるって印象僕なかったんですよ。だから人気はあったんだけども、うん、要するにムツ英子で代表されちゃうから、うんうん、ねえみんな一塊みたいなイメージの中に、うん、すっぽりはまっちゃってどこが飛び出してるというところがちょっと見つけにくい人ではあったと思いますね、うん、吉川英治っぽい。いやーそうそういきなりそういう連絡のつけにくいフォローのしようが作家性が強いっていうにしてはもう同じような作風がダーッと一斉に現れたから特に特定しにくかったわけですよね。というかだから読んでる人にとっては、うん、もう岩立さんの個性っていうのは明らかなんだけども、はい、外から見ちゃうと見えなくなるんだと思うんですね、はい、だからそういう意味で少女漫画のあるジャンルの中にもう綺麗に収まってて、うん、そういう意味でだから人気があったのかもしれないし、うん、デビューした頃って俺たちが大学そろそろ卒業する頃とかそんなんじゃない、うん、デビューしてパッと人気出た頃ってあの頃ポツポツやっぱり田淵由美子とかムツ英子とか、まあ、岩立真理子も含めて
俺漫画研究会というところにいたからさちょっと恥ずかしいけど今照れてます今読んでたんだけどそんなにねやっぱり岩出真理子に入れ込んでるっていうほど一生懸命読んだやついなかったな、うん、当時はね、うん、そう、うん、当時やっぱり入れろったらやっぱりあの岩出さん入ってそれからむつえ子さん入って田淵美子さん入ってっていうその、うんうん必ず5人ぐらい挙げた時に僕入る人、うん、ちょっと違うけど倉持さんとかグループのうちの一人だったよね、うんうんそう良くも悪くもグループとして一人だったって感じがやっぱりするよね、うん、だから僕もね、あんまりマーガレット系っていうのはちゃんと読んでないんですね実はだからむつえ子、田淵美子、立ち掛け秀子までで止まっちゃったんですあそこから先へちょっと行かずにだから読み出したのはちょっと遅かったんですよね、うん、この人自身もやっぱブランクがあったわけですかその、まあ、いやブランクはないと思いますずっと書き続けてはなんかスランプで半年ぐらい書かなかったことはあったみたいだけどもあ、まあ、人気的にはねやっぱり波はあるけどね、うんうん途中ちょっと地味だった時期はあったけど、うん、あのさっき石川さんがあの後で村上さんにっていうふうに聞いてたそのこの人が始めたね、うん、画風とかオリジナルっていうのはあるんですかどうでしょうねっていう夏目さんについてしまうんですがこれ僕も全然詳しくないんで言えないけど一般論としてそれ実証できないんだよほとんど、はいそうですねうん、誰が最初とかそういう、うん、で印象としては、うんあのそういう突出して何かで評価されたというのがあまりない人ではあると思ういやでも絵柄の面で言ったらさ、うん、この、これ風の絵柄ってやっぱりね一番最後まで印象に残ってたのは岩田真理子なんだけど、うんこの絵柄って本当に一時、少女漫画界に蔓延っていうとなんかマイナスイメージだけど覆ってたじゃないこういう人いっぱいいたじゃないうちのままの話うんこのうちのママの頃の最近の話です、ねうん、90年前後もうちょっと前じゃないもうちょっと前から80年代後半ぐらいじゃないですか気がついたらいっぱいいて、うん、俺の印象では岩立真理子あたりがなんか最初だったような、うん、あのほら、少女漫画ってさ多分30代半ばから上の人たちにとって少女漫画ってさ華麗な絵じゃない、うん入りと抜きがシャーッと華麗で髪の毛がふわーっとし金髪がパパパッとあって、はいはい、昔ねあの内田俊樹がまだデビュー前にうちに原稿持ってきてた頃にあいつ集英社に持ち込み行ってて、うん、少女漫画の髪の毛じゃないって言われたもっと光らせろって言われて綺麗な線で光をいっぱい入れろって言われてキューティクルがないとダメですね、うん、それ描けないって言うからさお前描かなくてもいいよって言ったんだけど当時少女漫画ってのはそういうもんだったじゃない、うん、綺麗な線でもう綺麗な光、うん、ところがふと気づいたらさ岩田真理子の漫画ってね髪の毛とか見るとなんかどれでもいいからパッと髪の毛がアップになったの、うん、白い髪がアップになったのないかな、うん落ちままですねあじゃあちょっと俺の、手元であこれでいいや、はい、手元で、してもらえますか、はい、3巻ですね、うんまあ、どれでも全然構わないんだけど例えばこれとか見るとねこれ髪の毛の線、はい、華麗なシャーッとした線じゃないじゃない、うん、ぼやぼやのぐにゃぐにゃの線なんだよね、うん、あ、少なそうですね、これがまた違う意味で華麗になってこの後なってくんだけど、うん、昔のほら綺麗な線とはまた違うんだよね、うんうんうん、それとかね目も星入ってませんよねこの頃になるとそう、まあ、でも元は星だった元は星だったんでしょ、うん、どんどん霞んできたんですよねいや星の数がどんどん増えてきて白内障になったわけだなんかだから光系がどんどんなくなって、うんうんま、マット状になってくるというか、うん、この人の場合多分その最初少女漫画って本当に女のあの少女に向けてた時には割とはっきりと星があったんですよ、はいはいうんうん、でいくつかあるうちの一つははっきりしてるっていうのは、うん、あのパターンなんだけど、うん、そのはっきりしてる星を少なくするとどうやら大人向けの女性というイメージらしいんで作者の理解としては、うんどうもそういうそれとさっき その髪の毛のテカリというか、うん、なくなるの連動してるんですか、まあ、髪の毛のっていうか、うん、髪の毛がで代表される、その線なんだけどね、うんうんまあ、輪郭線もなんかもそうなんだけど、うん顔の線輪郭の線あのっていうの全部含めて、うん、昔のこうなんていうのかなこう管理された線じゃなくなってきてるんだよね、うんあうん、もっとねこう成り行きに任せた曖昧な線昔で言えばね、うん、倉田恵美がさっと走らせたような線
ですよね。このいや、うん、あんなにね、うん、乾いてないんですよ、うん、あんなシャープじゃない、うん、シャープじゃない、うん、もっとあれ、もっともっと無造作でこうなってるじゃないですか。ブーツで言えばやっぱ大島さん系だと思います、ね、大島由美子系、うん、この人あれですよね、その少女漫画にしては時々ものすごく粗い線でさーっと描きますよね、うんうん、なんだろう、アリスにお願いの中、うん、ちょっと今手元にないんですけど、はい、アリスにお願いの中で河原かどっかをね、歩いてるシーンがあったんですよ、うんうん、でその時に描いている多分麦畑かなんか稲穂みたいなところだと思うんですけど、すごく粗い線でシュッシュッシュッと引くだけでね表現してたんですよね、うん、その辺大島さんっぽいですよね、うん、赤面した時の線なんかすごいですよね、この人もね、あ顔に全部斜線が走ってるそうそう、これで言い張るかみたいな、うん、大島さんっぽいから、あとなんかこういうそうそうそう表現とかさ、大島さんっぽいじゃない一枚やってるね、はいはいはい、昔の線っていうのは例えば紙を描いても、うん、これは綺麗な紙ですよ、でキューティクルがあるけど色素はない紙だよっていう、それを刺す力が強いんですよ、きっちり描くと綺麗に、うん、だけどそれを緩めてやって、そのようなものです、そのようなものの部分を大きくするとこう割とランダムな線になって、そのランダムな線というのはどうもその大人向けというイメージと符合するみたいなんだよね。ちょっとすみません、見つかったんで、アリスにお願いっていうやつの発見しました、このシーンなんですけども、こういう表現なんか大島さんでありましたね、こういうのね、金色のなんだっけ、そうそうそう、忘れて、これがねもう少女漫画離れしちゃってる絵ですよね、うん、この後そういうのが主流になってきたけどね、はい、でもこれ、それでは夏目さん、すみません、準備の方をお願いします。ちょっとワンポイントコーサーに参りたいと思います。早めに登板ですね、今日やりましょうかなと思ったんですが。ちょっとなんかさっきじゃあ目の話があったんで、目の話からいこうかな、例の2を出してもらえます。この人の目というのはさっき言ったように、これ見えるかな、ちょこっとここは明るいんですよね、これが名残なんです。元はもっと少女向けの時はこれがはっきりと光、星っていう感じになってたんですね。それがだんだん後退して、残ってた星とそんなに変わらなくなって、なんか網みたいになるんですよ。で、もっと極端な場合は本当になんかただの網みたいに見えるところがあって、そうするとどうなるかっていうと、漫画の中で一番重要なその目っていうその意思とか感情とかを表す部分がどんどん軽くなるんですよね。だからここが薄くなるんです。で、なんでこの絵を持ってきたかっていうと、目が薄くて軽いとですね、ふわっとしてると髪が黒いと負けるんですよ。で、だからこの人あんまり こういう髪描かないんですね。で、この人はこのキャラクターを描くために黒髪っていう記号をつけてるから黒髪なんだけども、目が目とバランスが悪くなってしまう。だからこの人が内面を語る、もっとこの人の内面にずっと寄っていく場面になるとちゃんと白くなったりするんです。で、その軽さの度合いがどうもこのレベルのこの人の作品のなんて言うんだろう、世界そのものなんですね。どんどん軽くしていって、いろんなことをいわば僕に言わせれば許すんですよね。それどういうことかっていうと、ちょっと例の1で言ってください。この人の線の軽さっていうのは、例えばこれはですね、主人公が電車の中で割といい男の前で吐いちゃうんですねお酒飲みすぎて吐いちゃう。すごい、ね、で吐いちゃうのはこれなの。それは全然汚くないんだよねで、これがつまりヘドなんだけども、全然そうは見えないんだよね。で、それだけこの線は軽いし白っぽいし全然汚く見えないし、甘つさえその次に来るのはバラだというだからつまりこの主人公、なぜここでいい男の前で電車の中で人の前でこうなってしまうかって、つまり間抜けだってことだね。で、ごく平凡な普通の女の子で、しかも間抜けなんだけども、それが受け入れられるっていう話なんですよ。それ OK よって言いたいわけだよ。で、だからここの、軽さっていうのはそのためにあって、多分この、バラが来るのもそういうためにある。で、そもそもこの人 の線の軽さっていうのは、多分そういうのを受け入れてくれる、平凡さとか才能もないとか、何にも
しきりにこの作品の中で平凡だとか才能がないとかね、あの出てくるんだけど、それを受け入れるための装置じゃないかなというふうに思うんです、というところですけど。なるほど。はい、ファックスもいっぱい今日は早くから頂戴しておりますので、少し、ご紹介しておこうと思います。じゃあまず読みますね。はい、はい、うちのママが、うちのママが言うことには、2巻以来は、以降はどうしてこんなに笑ってしまうんだろうと思えるくらい人間行動のおかしさが描かれていて、でもどこか綺麗でボケていて怖くてリアルで点々、どんな人でも楽しめる作品だと思います、ということです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、いいのそれは。はい、こちらです。福岡県の26歳の主婦、吉永さん、ありがとうございます。これって5巻で終わりなんですかね。岩田さんのイラスト集に中ブラインで終わってるので気になってるけど、今は再開するのは苦しいと書いてあったのでがっかりしました。ブサイクだけど可愛い父と濃いダン兄ちゃんがインパクトあって大好きです、ということで、イラスト付きです。どうもありがとうございました。そちらの何かございますか。いいですか、これ面白い。はい、嫌いなんですよ、岩立真理子の書く女が。わがままだし、イラつくほどアホやし、どんくさい。でも大人になってちょっと分かった気もする、岩立真理子の本当の良さが。10代の頃あんなに嫌だった女の子たちが今はおかしく、そして可愛い。なんであんなに嫌だったのかと、自分の嫌いな嫌な部分が そこにか描かれてたからじゃないかなというふうに書いてある。女性ですか。これはね、女性のふりした男とか、沢入りさん、29歳主婦、当時は嫌だったと、うんうん、なるほど。こちらもありますよ、はい、普段は暗くて重い話ばかりを描く岩立さんですが、そういったテイストのないこの作品こそが彼女の最高な作品だと思います。この人おかしいんですよ、江戸川区のお医者さんですが、さながら金井美恵子は芸術短編ではなく風俗長編を書いた時や三遊亭圓生が人情話でなく、たまに滑稽話をやった時も無駄な力の入ってない面白さがあった。どういう趣味ですか、あなたは。いや、でもね、無駄な力が入ってない面白さっていうのは感じますよ。わかるよね。だからそう、アリスの方は力入っててギュッてやってるんだけども、うちのママが言うことによって肩の力抜けてて、ね、いくらでも読めます。アリスはね、山田洋次が撮った時の駅とかね、学校とかなんですよ。こっちは寅さんなんですよ。本気出したらダメな人って言うじゃん、真面目な人って。あ、いけない。怖かったかな。怖かったかな。思想がありますね、この人は。ね、絵のことを言わせていただくと、あの細い線、淡い色彩、あの人物の目は、目が書いてあるんですけど、はい、岩立真理子が最初に作り出したものだと思いますが、石川さんはどう思われますか。はい、石川さん、いやいや、俺も多分岩立真理子が最初じゃないかなとは思うんだけど、ただ少女漫画ってなんかある時一斉に現れるってことがあるからね、その辺がちょっと確信はないんだけど、もう同時多発みたいな感じで、でもここで石川さんが言えばそうなりますから。石川さんが言ったという認定、石川認定、石川、岩立さんが元祖であると。岩立目、岩立目ですか。もうちょっとなんかいい言い方ないですか。石川さんなんか言ってましたね、あの目のこと。その話やめますよ。誰でしたっけ。いや、俺ぜひあれね、俺あれを昨夜聞いた時にね、なるほどと、膝を打ったんだけど。わかりました、言いますよ。はい、はいはい、だから、あの久しぶりにですね、あの岩立真理子読んだわけですよ、はいはい、まあ、昔から読んだわけです、はい、久しぶりに読んでですね、この一巻の扉のところのですね、うん、この目ですよね、うん、この目ちょっとずっと寄れますか、口のところですね、思いっきりここまでカラーの、はい、これね、見た時にね、なんかあの洗面所の排水管に詰まってる髪の毛みたいなの。岡田、嘘ついちゃダメだよ。これは良くない。それはちょっとね、嘘だよ。さっきは排水管に詰まった陰謀って言ってた。まあ、もう昨日の貯金が今のように全部吐き出されたと僕は思いますけど。ダメだこいつら。でも俺はね、ちょっとやっぱり言いますけどね、はい、あの3巻の、はい、このページ書いてないんだけど、はい、これ好きなんですよ、ここの目とね。何ページですか。何ページどこだろうね、前後。前の方。ね、あ、83、4、5。はい、検討つけてみんな見てください。1、2、3、4、5ありました、はい、あ、そうだよなって目ですか。もうあんまりこうやって二人っきりになれないねって言って、本当にね、俺、岩立真理子の魅力ってね、あのぼんやりした魅力だよね、うん、あのストーリー、
さっきファックス見ててこれ言わなかったんだけどね、とにかく美しい繊細な絵が大好きです。キャラクターも美形でチャーミングで、さらごとの世界や現実を忘れさせてくれてうんぬんって書いてあって、まあその現実をっていうのはあれだけど、さらごとの世界、どんなに具体的な設定にしてあってもさ、さらごとなんだよね、実際にこの人はいねえやって言いながら、さっき岡田と呼んでたんだけど、でもそれがこの人の持ち味なんだよな、でこの目ってさ、さっきほら、あんまり濃くすると髪の毛とつらえないみたいな話もあったけど、あんまりこの淡い薄い絵が現実をすごく柔らかく見てるって感じがするじゃない、この淡い髪とかさ、あの真っ白な、ベタのない真っ白な絵とかね、こういうのがやっぱり岩立マリコの漫画の魅力だよね。あとなんかさっきうちのママがあのコメディタッチで力が抜けてていいっていうのはあったけども、そこにもやっぱりなんかシリアスな面がチラッチラッと見えるのね。根はやっぱり暗い方へつい行っちゃうんだと思う、ほっとけばね、だからそれをこうものすごく曖昧にしちゃってるところが気持ちいいみたいなところはある、河合さんいかがですか、親父が好きかって超えてますいやなんか最近の少女漫画って割とそうリアルに、リアルに、あのなんかワイドショー的な感じになってきてるような気がするんですね。いわゆるリアルね、リアルになってきて、前はなんかすごい夢があったはずなのに、最近なんかすごいリアルだなっていうのに、岩立さんはリアルな話を書いてもなんとなくリアル、リアリティがないっていうか、なんとなく夢があってそこに憧れるてしまうから、まあ、女の子は現実的だからちょっとした憧れ、で男性のファンがすごい多いと思うんですよ。私の周りもすごい多い、周りにも多くの子伸ばしてるかひげ生やしてる35ぐらいの男が、ここに少年入ってるのやつです。なんかもうそのだからなんかね、男の人の乙女心をくすぐるなんか漫画なんじゃないかなって。いや俺はそれ否定できないですね男だね、バクさんこれね、これねやっぱり今回読み返してみて分かったけど、あの安心したのね、やっぱりトータルだって読んでって、昔俺が好きだった少女漫画のいろんなものがね、現在もちゃんと彼女の中あるんですよ、全部。なるほど。それでね、昔俺はこういうの好きだったなっていうものがね、より誠実に洗練されてるんですよ。だから彼女は裏切んなかったな、俺そのファンとして、その俺をその異様な変身を遂げちゃうようになってるじゃない、いなくなったり、はいはい、だそういうことが違うとこ行っちゃったり、その意味ではこの人って変わってるんだけれども、その誠実ですよ、この変身は。でもこれ見るとこれでもやっぱこうやってますよね。一言言いたかった。やっぱりこれやってるんです。それやってるんです。やってる人はやってるんですよこれ。夏目さんが言ってたその。文字で失敗ばっかりしてる女の子が認められるっていうのはもう本当に黄金のパターンじゃないですか。パターンだね。だからそれをこう今自分の年齢なりの表現でやっぱりやってるんですね。この中でもやっぱり間違えれば暗い方へ行っちゃいそうな要素って割と入ってるじゃないですか。結構ありますよね、そういう実家の方へ行ったらば、実は本当のお父さんと同じ家族関係はみんなちょっと不変ですよね。でもそれは掘り下げないっていうか、その、ね、そっち行かないんで、これ正面からやったら見事もないですよ、その辺すごくいいと思います、俺は手法としても、その俺才能で書いてる説ですから彼女は。もちろんそうだよ、才能で書いてるって誰も言ってない誰も否定してたさっき誰かが違うんだよ。これさっきあのチューブラリンって言ったけどさ、この五感で終わっちゃあんまりだよね。それはさっきなんかあの続けたいけども今ちょっとできないみたいな、これで終わっちゃちょっとあんまりだよ、かわいさすぎるよ、ね、誰もなんか島ついてないでしょ、みんな不安を胸に抱いてさ、みんな幸せになってないんですよこれ、ね、もうちょっとね旦那にいいことあってほしいですこれ主人公の ね姉ちゃんはねちゃんとね結婚前にねよその男とキスしてやることやってるんですけどね、旦那はね一瞬浮気心出しただけで散々な扱いを言ってるからそうで近代史は俺好きなんですよ、この割とあのドジキャラがね、頭に ガムついてるっていうこのね、あれ自分で私はドジで丸けどほらガムがついてるこのね、あの間がいいんですね、この的乗りが、あれこの式でしたね、あそこは見事。岩立真理子の漫画が俺好きなのはね、あのストーリーの面で言えばさ、この人のユーモアのセンスってすごくいいじゃない、その頭にガムがついてるってさ、あんな悲惨なシーンであって言うと、本当にガムがついてるってそれ
本当にそういうことあるかもしれないと思って笑っちゃうよね。俺ね、後で言おうと思っててちょっと付箋挟んどいたんだけどね、三冠のね、はい、64、65ちょっと見てほしいんだけどさ、はい、婚約者のうちにこの主役のケイトが行くじゃない、はい、で、北海道だからさ、うん、その東京から来るわけないから似た人がいるなって言ってて、うん、でも実は本物が訪ねてきたんだよ、うん、で、こちらに天夏栄太郎さんいらっしゃいますかって言ってると、うん、栄太郎がダサーって出てきて、いきなりここケイトにすごく似てるんじゃねえの、一番のセリフすごいです。これね、多分これ見てる人は知らないと思うけど、ホモホモセブンっていう漫画が、ま、源太郎それではね、すごいドラマチックなシーンがあって、うん、発車のベル、恋人との別れのシーンがあって、恋人に置いていかれるシーンで、はいはい、乗り遅れた、ダーッと列車が行ってしまって、でジョセフィーヌだっけあれ、セブリーヌがね、ホモホモセブン置いてかれたと思って、ホモホモセブンって去っていく列車に呼びかけると、ホモセブンが駅弁持って乗り遅れたって言って呼んでるっていうのとね、近いなと、近いって言ったら、そう、近いというのを言うために今何したんですか。今分かった人500人いないと思いますよこれ、で何が言いたいかっていうとね、まだ言いたいことだつまりね、シリアスモンにはギャグがいるんだよ、そう、ね、そうですなんかすごく今日仲いいですね。いや本当そうですよ、でも真実の味方ですから戦争不評話っていうのはね、絶対必要なんだよね、緊張、紫尺の緊張と緩和じゃないけれども、どんなに重い話を書いていっても、ここで軽いものを振って入れるとこっちが引き立つんだよね、それをね、岩田とマリコはすごくうまく使ってて、いや俺は本当にね、今回うちのママを、うちママか見返してね、岩田とマリコ成長したなと思ってすっごく嬉しかった。チャイムの黒が読んでて、先輩ですよ僕、俺は今日は読者だからいいんだよ3年も先輩ですよ、運動会大会なんじゃないですか。この番組を見て石田さんは石川さんの漫画進歩してるかしら。石川先生すいません、3年違えばもうゴミですよ体育会社夏目さんおとなしいですね、もう語りつけてください。だって面白いんだもん聞いてるから観客だったでも本当に変わったんですけど、これあれですか、最初はこのマーガレットで週刊で書いてて主演者ですよね、これ途中で離れるんですか。いや、あのね、何年まで書いてたのかな、村上メモ週まで最後の連載がまるでシャボンっていうやつ、これが各週連載だったんですけども、あとは読み切りしか書いて、まあポツポツ書いてるんです。その後89年に、ヤングユーで冷蔵庫にパイナップルパイっていう4ページのギャグを始めて、でフリーになって完全にユーに行ったのは88年の眠るテレフォンっていう、このうちのママの前編がありますよね。あれからみたいですね。そう、ヤング女性誌ってのはどういう、だから本当にこうスムーズに移行したみたいな、同じ版元でね、レディース誌じゃない、レディースコミックとはまた違うわけですよね。だからレディースっていうのはその前に U っていうのが、81年に出てるんですね、フォアレディとか同時に出たんですけども、ちょっと分かりやすい比喩で、ヤング U とか、ヤングロードとかいうのを説明するとね、ヤングってついてるの分かるように、ヤングマガジン、ヤングジャンプ、ヤングがついてないからスプリッツ、それが、この辺のヤング U なんかに当たるんだよ。じゃあリボンとかマガレットに入ってると思う、あの辺は、マガジンサンデーなんだよ、それで、普通のレディースコミックって何かっていうと、週刊漫画、漫画娯楽なんだよ、プレイコミック、そうそう、分かりやすい。ヤングユーが出てきたときはすごい嬉しかったですね。なんて画期的な雑誌だ。だってそれはもう河合さんを引っ掛けるために出てきたんですよ。そういう私リボン仲良しから入って、マーガレットとかにいて、ちょっとこれをずっともう私は一生読み続けるぞって思っていたのに、さすがにちょっと辛くなってきて、人は誰も富田靖子になれるわけじゃない。おいおいおい。惰性で読まなきゃダメですよ、ダメ、マジで惰性で読まないとダメ。の力がだって少年ジャンプで言えばやめたら読まなくなっちゃう期間あるから、俺いまだに読んですよ少年ジャンプ。でもなんかね、女の人の方がなんか卒業していくんだと思う。そうそうそう、ほらマーガレットとかフレンドをずっと読んでてさ、そろそろ年齢層も荒くなったから
じゃあいきなり漫画娯楽にしようかって言わないじゃないですか。そんなにやるのか、ララとか読者の内面とかあったわけでしょ。あれはほら違うじゃん、ちょっとなんか月刊ジャンプとか月刊マガジンとかそういうのだよね。自然に我々世代がもっと年取っていけば、ね、シルバージャンプとかシルバージャンプそうまさしくそれが出てきますよね。シルバーユーもシルバーユーで本宮さんがシルバージャンプで老人漫画そう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 本当に冗談になってないですよ。養老院の恋愛ものとかね、ありますよね。はい、そろそろファックスの時間です。はい、まじざくさんいただいておりますが、どうぞ。はい、私にとって岩立真理子さんの漫画はクールな大人の世界でした。絵にもストーリーにもどこか、投げやりな感じ、倦怠感、諦めのようなものが出ているような気がします。作品の持つクールで透明感のある女性 は、彼女が北海道出身であることと少しは関係があるのでしょうか。なるほど。タカさんからいただきました。ありがとうございます。こちら名古屋市の31歳、カイさん、女性の方です。岩立真理子には本当にびっくりさせられました。初期の別間の作品を読んでいた私は随分経ってからヤングユーとか見た時に、これ河合さんと一緒ですよね、おおと思いました。同一人物とは思えなかった。だって絵柄があまりに違うし、ラブコメというよりはギャグに走っていたあの岩立がこんな大人な絵になってロマコメになってる。バックも簡素になってるからやたら白っぽいし、私はてっきり小倉冬美に傾倒したなと思いました。意外とそれはね、こっちはね、大島由美子かなって。でもファッションは小倉冬美さんっぽい気がします。人物重視だし、絵もストーリーもでも惹かれてしまいます。やっぱ読んでる人濃いですね、その辺はね。大島由美子とか小倉冬美とかあの辺は多分相互に影響を与えてるよね。お互いにある場をこう作ってるわけですよね。そちらのなんかファックスありますか。行きましょうか。はい、どうぞ。これは読みたくないんですが、うちのママが言うことには大好きです。岩立真理子さんの作品はほとんど読んでいます。うちのママを読んで北風ケイトという名前が可愛かったので自分の子供もケイトにしてしまいました。埼玉のひろみさん。どうしてそれが読みたくないんですか。僕もあの娘の名前はシンコにしてしまいました。申し訳ない。娘さんがシンコ。字も同じ。字も同じ。あの森の子と森の子供で、あの画数がどうたらこうたらと親がうるさかったんですね。で、あの12画あるんです、森という字が。で、小学校1年で習う字で12画もあるのはあれぐらいなんです。あ、それはあれですね、俺と同世代の男のですね、子供の女の子の名前に異様に友よが多いのと同じような理由。ちょっと違うかもしれない。こういう困った親父がもう有権者なんです、日本は今や。ついて来いと言われたのに言われないの に、20年以上ついてきました。すごい。田舎に住んでいるので、岩立ワールドで青春してきました。でもキララの木は辛いです。もうついていっちゃいけないの、教えてということです。37歳山形県の阿比子さんです。ありがとうございます。ついてってください。バクさんはきっと支持してくれる。今さ、まあそのね、今でも言うの分かりますよね。でもとりあえずついてって見ないことにはね、分かりませんからね。だからちゃんとついていかないと。やっぱあれアリスにお願いがあって、次キララの木へ行ってるわけだから、まだ先が多分あるんだと思うんですね。やっぱその読者の環境の変化とか成長に合わせてやっぱ作者も変わっていくわけですよね。それうまいことこうシンクロしてると、河合さんみたいに私を待っててくれたんだ。こんなところで人生の曲がり角に必ず岩田さんが怖いですよ。それちょっと今怖かった。自分に子供ができたら10歳になったらそろそろチャイムを言われてで初恋始めたらクレッツラのプリンセスをかまして、お母さんもこれを読んだものよと。これうちにいっぱいありますよ。プチマーガレットとかね、岩田さんの表紙になったやつとか。表紙を取って、表紙じゃなくてもう全部あの丸まま丸まま。その横で観音とバイオレンスの小説を書いてる。そうですね、格闘技やってるわけですから。わけのわかんないゾロリと音がしたとか。そう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 。でも村上さんあれですよね、はい、少女漫画ってジャンルのそのある独自性ってあったじゃないですか、あれ非常に僕はなんか日本のなんか文化考えるときに僕大きいもんだろうと思うんですけども、でもその内圧の高さみたいな、よくも悪くもどん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 薄くなってて、もうジャンルとしてはほとんど拡散しきってますよね、現状では。というか、まあ漫画全体にそうなのかもしれないけども、少女漫画っていうのはすごくそれがはっきり現れてますよね。
でだからいわゆるその今小学生が読む少女漫画っていうのがなんだか少年漫画と大して変わらないみたいな感じに今なってきちゃってて、そういう意味ではなんかものすごく純粋に少女漫画が残ってるなという感じがして嬉しいというところはありますよね。なんか古典芸能に近くなってくるような、なんかいい意味でね。一時期その70年代80年代ね、日本の純文学が全部ダメだった頃に文学性っていうのを唯一守ってくれたのが少女漫画だけだったわけですよ、ね、それを字にしたら吉本バナナになっちゃったりしたわけよ。いやでもそれが今そのこのこういうふうな少女漫画っていうふうなものの技法であるとかセリフであるとか、うん、あとセンスですよね。それがアニメーションとかテレビドラマのところで花開いて、うん、もう現場の人たちって全部少女漫画読んでるんですよ。前提なんですね。そうそう、うん、で男の人で作ってる人もあの昔感動した少女漫画の感覚でやりたいと思ってアニメ作ったりテレビドラマ作ったりしてるわけなんですよ、うん、例えば分かりやすい例ありますか。分かりやすい例を作るとまたみんななんか言うかも分かんないからいいじゃないですか。そうですか。いやでもね、だからものすごく長い歴史で見ると、うん、なんか外圧で日本の文化の中にきちっとしたものを構築していくでしょ。である程度までするとなぜか我々はこの列島の住人はね、うん、窮屈だと思うらしいんだよ、うん、でそれをねほどいてやるっていうことは必ず起きるんだよね、うん、それもなぜか女性的なものとして、うん、でどうも少女漫画はそれじゃないかと僕は思ってる。なるほど。で少女漫画が力を持った時って手法的に言うと本当にそのかっきりできてきた漫画の手法、小回りだとかその物語の構成だとかそのかっきりできた人物の造形だとか背景だとかそれを全部全部全部ほどいていくわけ、うん、でこういうこの世界に来るんで、ね、うん、どうもほどき終わったんだよね、うん、漫画の時系列では。だから他へ行ってるのかもしれないっていう気がする、うん。なんかね、そうさっきちょっと特定の例が出せないのは、うん、そのトレンドドラマというのが一時期ありましたよね、うん、でトレンドドラマというのが廃れてから、うん、急に、ね、文学性のあるドラマがバーッと出だしたんですよ、うん、いわゆるあの9時台10時台11のやつですね。でそれが、ね、全部、ね、後になったら例えばそのセリフが全部少女漫画からの引用だったというのがバレちゃったり、あともしくは影響があると言われたりね、全部それが少女漫画なんですよ。脚本書いてるやつがもうそういうふうに、メインプロットはハリウッド映画とかから持ってきて、うん、ディティールは少女漫画で詰めるっていうふうにすると、なるほど、上質のドラマがいくらでも作れるってこういうの気がついちゃったんですよ。そういうこと言ってますけどでも分かるような気するな、うんうんうん、確かにそういう時期あったような気する、うん、だから今あれですね、もう本当に一流のクリエイターの人に会うと、うん、大体少女漫画読んでましたかというとなんか必ず読んでますよね、うん、それはもう男女問わずでしょうか。男女問わずですよね、うん、でも漫画の影響大きいですよ。俺なんかも自分で書いてて、はい、うん、影響少女漫画の影響、少女漫画も別に問わず、はい、要するにいい作品の影響は大きいですよやっぱり、うん、ああこういうのやりたいなと思うし、うん、それも正直に、正直でも字ですからこう真似しようがないんですけど、その今日っていうその小説でその岩立真理子の影響がどこに出てしまったかだからそ原稿詰まった時にその原稿の端にこうやってこれ編集者悩むだろうね。練馬新聞を今思い出してどこを見てたか。将来バクさんの原稿かなんかこう意向かなんか展示されると隅っこにこういう絵が描いてあったマジで絵描きますよ。よく原稿の隅に。あ、本当に。いろんな絵をね、いつの間にか描いててね。目を描く傾向ですね。俺目を。目ん玉。で目描くと大抵少女漫画目描いてるんですよ。原稿だから目だけあるその原稿多いんですよ。見てみたいですね。100名原稿、100名原稿まさか本当に書いてるとは思わない。一番分かるのはそのインクをねこう、はい、乾いたやつちょっと水で濡らしてくれるとね、はい、カッカッカッとまた黒くちょっとやるんですよ、はいはいはい、それ目になっちゃう。いつの間にかこう、はい、まつげなんか描いちゃってるそれ編集者に見せてるんですか。いやいや見せてないですよ。なんかバクさん放送だってこと忘れてませんか飲み屋で話してくれちゃったいわゆるその絵柄がね、さっきイラスト集が出てるって村上さんなんか、うん、ファックスにもありましたけれども、やっぱそういう読まれ方っていうのはやっぱこの間桜沢理香さんなんかでもね、うん、ある程度されてくるわけじゃないですか、うん、ある種ファッション画的にこうずっと楽しめると、うん、でそれとその物語のこうなんか分離っていうと大げさかもしれないけども、なんかその絵は絵でこうあるまとまりでもってずっと進行してるんだけども、物語自体はちょっと別の数字にまた進行しててね、で僕からすると最初違和感だったんですけども、こういうのが出てきた時にもう慣れちゃったんですけどね、これは広角と違ってこういうのは読めるんですけども僕はでもその分離ってものはどうなんですか。少年漫画なんかにもあるんですか。少年漫画にあんまりないね。やっぱ少女漫画ってやっぱり絵を見せるっていうのは、ね、ただ物語って言っても少女漫画の場合
あのエピソードだったりあるいはある感情を表現するためのお話、うん、枠組みだったりするじゃないですか。そうすると別にその物語っていうこう一貫したものでなくっても、うん、エピソードがこう連なっていって、うん、どこかでなんか世界が形作られてるっていうのでいいわけですよね、うん、そうするとイラストなんかで表現される一瞬の感情みたいなのと等しい部分があるんだと思う。絵的に可愛いわっていう読み方がどっかでつながりながら、うん、物語の方にもこう同調していけるっていうな。だから内面表現して感情移入して、うん、である一瞬のあの時のあの感じみたいなのが表現されてるわけでしょ、うん、シーンとかね、うん、あるんですね。だから多分ね極端な比喩を言うとさ、うん、一般的に言うとですよ、物語とか話っていうものは手法の器に入ってるわけですよ、はい、でその器を出された時に食べるのは中身をつまり物語を食べるわけですよ、うんうんうん、ただ逆でね、うん、その中身はどうでもよくてさ、うん、なんか解析みたいなもんでさ器で食う、もう中身はどうでもよくて、うん、何でもいいんだよね、うんうんうん、だからあるいは下手すると半分食えないもんでもとにかくその器がいいと、うん、いう読み方ってあるんじゃないかなっていう気は。だから最初少女漫画が非難された時にワンパターンだとかみんな同じ話だとか言われたわけでしょ。その部分は物語だけ見ちゃうとそうなるということなんだと思うんですね。少女漫画やっぱり絵で見せる要素がすごく強いからね、うんうん、この中に、この内ママの中にも背景場面転換の背景のシーンいっぱい出てくるじゃない。はいはいはい。これってね漫画家によってすごく差があるじゃない、うんうん、昔の少女漫画の背景って本当に冗談みたいな絵だったじゃない。ビルって言うとね本当に四角が書いてあって田んぼ田んぼって書いてあるだけだったんだよ、ね、窓がね松箱にね丸が4つ書いてあると車でそれに乗り込んで走ってたんだよ。いや それはね今冗談で言ってるみたいに聞こえるけど、うん、本当にそうだったんだよ。あのね自動車とかビルだったらねまだ日常風景だから良かったんですけど、うん、時々ね少女漫画の人ってね冒険で金持ち出す時ヘリコプター書く時があるんですよ。そのヘリコプターがいつもねなんか丸の上にペロペラが書いてあってここにはしごがついてここに丸がポッとついてこれが本当にこの時代長かったんですよ。そういうの全然関係なかったんですね当時は、うんうん、でその後でさもっと絵を見せるっていう風にどんどんどん入ってきてて、うん、その中で劇画の要素が随分入ったんだよね、うん、あれで随分か要素あの一応ゆかりさんなんかは森田純が最初だったね。森田純が本間龍とかアシスタントに時々呼んだりしてね、うん、あそうなんですか、うん、いやだからあの本当にその頃にあちゃんとした自動車が走ってるとかって思ったもん、うん、あ少女漫画の世界にそういえばビルにちゃんと窓がある。竹宮慶子さんも日尾明をアシスタントに使って SF 漫画描いてましたもん、ね、あそうかそういうようなことやってたんだ、うん、その辺からっていうとすごい遥かなルーツだけど、うん、随分はるばる来ましたよね、うん、もう本当に古老の話になってもう本当にねこの人のそういう背景ってうまいんだよね、うん、読んでて感心することがよくあってさ、うん、どんな少女漫画でも必ず、見せごまって作る背景だけの見せごまって作るんだけど、うん、うまい絵って少ないんだよね。ちょっとこれ写してもらえるかな、はい、何巻ですか。ね、5巻の56ページ、はい、今ちょっとパラパラ見てたら出てたんだけど、はい、これバラの庭なんだけどね、はい、こういう絵とか、まあ、これを本人が描いたかアシスタントが描いたかっていうのはまた別問題なんだけどね、うんうんうん、別にアシスタントが書いたから、どうこうってことじゃないんだよね。アシスタントにどう指示したかっていうのが問題だからな。あとアシスタントをどこまで管理下に置いてるかっていうのが問題だから、それからもう一つね、まあ、これは はっきりよくわかるうまさなんだけど、もう一つわかりにくいうまさがね、3巻のこれ何ページだ、あノンブルがない、例によって読みにくい、あ全然ない83 4567ですね、うん、3巻の87、はい、例えばこの辺この上の方にあるこのベタで筆でベタベタって塗ったのってさ、はい、これって雪の中に木が立ってる夜景なんだよね。あこれってこういうのってねちょっとしたことなんだけどセンスがあってうまいなと思うんだよね、うん、この人はこうなんていうのかな、抜群の画力というよりも抜群のセンスな人なんだよね、うん、この辺がねいつも読みながらうまいなと思ってね感心しちゃうんだよ、うん、悔しいなと思って先輩ですか石川さん、うん、岩田先生悔しいなと思って言えるんだよ
未熟だなって言って、僕らまだまだ未熟だ。使用します。本当に石川さんって他人から言われないと謙虚なこと言いますそうかな。もう背中を押されて押されて。でも石川さんの言う通りだと思いますね。うん、はい、別に。仲いいわけじゃないんですけど仲いいんですけど何わけじゃないんですけど今のビデオ別に打ち合わせがあって言ってるわけじゃないっていう意味でさっきファックスでちょっとありましたけどその北海道の出身の、ね、うん、作家の方が北海道系漫画家ってありません、なんか村上さんあの前やった動物の医者の年間年中雪見てるから線細くなるってわけじゃないそんなそんなずさんな話を石子順じゃあるまいしなんか名少女漫画家で結構、うん、なんか独特のセンスありますよね、うん、いや独特なのかどうかわからないけども、うん、やっぱりその距離感なりね閉ざされた感じなり、うん、何かない面に及ぼすものはあるんでしょうね、うん、多分 ね新潟出身の漫画が多いとかね、うん、四国が多いとか、うん、もうそういうばらつきはあるから、うん、案外なんかあるかもしれない、うんうん、だから単に北海道っていうんじゃなくて、うん、あの距離心理的な距離の問題だったりするのかもしれないし、はいはい、いわゆるそのバタ臭いこんなのあるかいみたいに突っ込みたく普通だとなるようなものを書いても、うん、違和感ない人が意外と俺的には多いんですよ、うん、例えば、うん、いやさっきのそのせこそ佐々木さんとかねあの動物の人、うん、なんかね、うん、こんなんあるかいとか言うくなるようなね性格悪いですからでもそれを突っ込ませない何かがあるんですよ、うん、割とね北海道の人なんですよ、うん、まあ、松井夏樹みたいな映画もなってるけどいやあれもそうじゃないかなそういう言い方するならはい、ね、もう一回ファックスご紹介しましょうか。はい、もうね、はい、ファックスも終了しましたけれども、はい、確かに絵は随分おしゃれに成長したのでしょうが、話の内容は断然音の方が好きです。昔昔ごめん音じゃない音じゃない昔の方が好きです。このレベルであなた振り仮名いるんだね違うごめんここ最近の話どうも分かりづらくていけません、うん、はい、ほのぼのと温かい感じがするあの頃の漫画をもう一度読み返してうふっとなる私です。ちょっとあの頃は良かったなって書いてありますありがとうございます。はい、神奈川県の千恵さんです。この人は女の子の普通の気持ちとか下手くそな恋やどことも言えないセンスの良さがあると思いました。とてつもないことを書くのは簡単でしょうが普通の話は難しいと思うんですよね。いや難しいものも難しいがうんとにかくセンスがいいと思いま す, いうす、うん、ありがとうございます。あとメールも一つご紹介しましょうか、はい、19歳の学生、お名前かきさん。かきさん、はい、はじめまして。今日、番組つけたら夢枕さんと村上さんが出てるのでお何は聞けるのかと思いましたがまさか岩の手をやってるとはそれが常識というものです申し訳ありません私の周りで岩立てに関する話は岩立てが岩立て呼び捨てですよ、80年頃を契機に今までの作風をコロッと変えてしまうということです、うん、80年以降の作品が面白くないという人さえいます、うん、そこで村上さんに特にお聞きしたいんですが80年頃の作品変化に関わる少女漫画界の動きそしてアリスにお願いというセカンドインパクトをこれでお願いしますということなんですけどもご紹介ですんで、まあ、あの、はい、レディースの創刊でしょうね多分で、あの編集の締め付けが緩んだんだと思うんですが、それまでは割とあの編集者に言われると抵抗できずに自分では納得しないまま書いてた部分はもしかしたらあったのかもしれないなと。あ、本人の中でも成長があったのかもしれない、うんうん、というようなお答えです感じですが、よろしくお願いしましょうか。最後だからちょっと言っちゃうけど、はい、この人の漫画とにかく全員同じ顔してるよね最後たまに途中で分からなくなる。河合さんですら分からなくなる。あ、私あのめぐむちゃんがたまにこれはどっち、ケイト、めぐむとか、友達の SF 作家いるじゃないですか。あの SF 作家なのに金持ちって嘘くさいってあの人だけは顔よく分かりますけど早川はギャラ高いもんじゃああのあれですよね徳間じゃないですね、まあ、いいけど旦那さんは早川があれば編集者だ絶対嘘とにかくあの男の兄弟も分かりにくいですよね。分かりにくいですね、うんうん、あ兄弟あれね男兄ちゃんは分かる。男兄ちゃんは分かる。あれ分かる。あれ立ってるんですよ、うん。はい、明日はね、お待ちかねの何は聞けるです。も
さんから目に入れないようにしてたんですけど、シリコ、シリコ玉抜かれるような漫画ですよ。明日何が起きるのか、何が起こるのか楽しみですね。はい、朝一番に本屋行って買わないとファックスと E メールお待ちしております。9時からファックス受け付けております。 E メールは20時から受け付けますので、どうかよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。